ランジールコピー。こりゃどうも。守ってくれたのかな。そうみたいだな。劣化か。かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。なんだか悲しい。お前何しに来たんだよ。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。うん、でもさ。大丈夫。分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。あとは俺が何とかする。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。ほら、ザックス、こっちこっち。ああ、なあエアリス、ワゴンができたら上の町でも売るんだろう。うん、まだちょっと怖いから、まずはスラムをお花でいっぱいに。何言ってんだよ。上に行くときは俺が一緒だ。心配すんなって。ザックス、ありがとう。よし、そうと決まればさっさとワゴン作っちまおう。俺、材料集めてくれよ。エアリスはここで待ってろ。おとなしくしてるよ。ああ、他にもいたのか。んじゃ、さっさとかかってこいよ。アクティベイティングコンバットモード。悪い、待たせた。帰ろう。こっからが本番だ。これまでだから頑張ってるって。
覚悟しとけよ。これまでか。だから頑張ってるって。Conflict resolved.こいつらは新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する対ジェネシスコピー兵器として兵器開発部門がミッドガルに配備したものだ。ミッドガル内のコピーたちはこの新型がほぼ排除した。ふん、すげえな。ってなんで俺も襲われるんだよ。こいつらモンスターとソルジャーの区別もつかないのか。今のところはな。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。ついでにツォン、あんたも気に入らない。エアリスを監視してたんだろ。まただんまりかよ。タークスにはタークスの仕事がある。お前がエアリスと遊びたいなら別に止めはしないさ。遊んでないっての。俺だってソルジャーとしてエアリスを守るために。兄ちゃん、花売りワゴンを作るんだってね。すんごいの作ってエアリスをびっくりさせようよ。いやいや、これはだな。エアリスを守るために。おい、ちょん。今のところ足りない材料は工具、木材、車輪、参考書。まずはワゴンを作る工具か。ここら辺に落ちてるんじゃないかな。この辺りには役立つものが捨てられていたりするんだよね。まずはワゴンを作る工具か。この辺に落ちてないのか。あると思うよ。探してみたら。お、何か落ち。なんで兵士のメットがこんなところに。まさかこの土の中には。さすがスラム。お、なに。ボロボロのカメラだな。これじゃ使い物にならないよな。ん、名前があるぞ。 TSENG。 なんて読むんだ。お、なに。おお、いいもの発見。これさすが兄ちゃん、いいもの拾ったね。その工具があれば花売りワゴンでも新ラメカだって作れそう。次は木材だね。肌触りがいい綺麗な木目のやつがいいよね。木材か。どこかに転がったりしてないかな。あ、確かスラムマーケットのあの店の近くに落ちてた。あ、ちょっと待てよ。なんだっけ、スラムマーケットに木材が落ちてるとか言ってたな。んなの落ちてたっけ。かっこいい兄ちゃん。数当てゲーム屋にようこそ。
今日の商品もいいものばっかりだぜ。どうする？あれ、ポーションくれた兄ちゃん、話は聞いたよ。悪かったな。もらったもんは返せないけど、その代わりゲームの料金安くしとくよ。ま、いいか。ありがとな。そんじゃ商売商売。一回100ギルだけど、兄ちゃんは割引してやるよ。あ、そう、それあの配送やめ。またマテリア足りないぞ。落としてきやがったな。とお兄さん。ああ、そう、了解。お、この木ワゴン。こらこら、君何をしているのかね。これが落ちてたんだけど、あんたの？落ちていたのではない。置いたのだ。何なんだね、君は。実は。花売りワゴンか。実は、わしは大工でな。7番街スラムに住んでいるんだ。ここへは、材料の買い出しに来ている。これも何かの縁だ。少しなら君に木材を分けてやろう。本当？それ助かる。しかしだ、一つだけ条件がある。わしは今7番街スラムに、酒場を建てている。君にその酒場の名を考えてもらいたい。酒場の名前？店の名前が決まればビジュアルが浮かび、その店のイメージが広がっていく。ずっと頭を抱えておったが、センスのいい名前が全く浮かばん。そんなの簡単。7番街の楽園セブンスヘブンってのは？セブンスヘブン。おお、シンプルだがコンセプトとしては良いな。ヘブンというからにはふわっといい気分にしてくれるんだろうな。おお、いいなそれ。酒と料理はもちろん、従業員も一流で、プレートの上のようなおもてなし。最高。そしてバーの地下には誰も知らない秘密の部屋が存在する。反神羅組織のアジト。まさしくスラム街の酒場と言えよう。俺、神羅のソルジャーなんだけど。想像が暴走してしまった。それくらい良い名前ということだ。いやはや気に入ったよ。素晴らしい。オンに切るぞ。では約束通り木材を分けてやろう。さすが兄ちゃん、木材見つけてくれたんだね。だいぶ集まってきたね。次はワゴンの車輪を探そう。車輪があるところといえば、車輪、タイヤ、車、あ、あれだよ、あれ、あの車。こら、だから待てっての。あの車って言われてもな、車なんてあったっけ。
どうしたんだ、こんなところで。ザックスさん、ご存知ですか、最近ウータイ残党が反神羅組織を作ろうとしているらしいです。ウータイが？ええ、ウータイ戦争で主力として活躍した特殊部隊炎月林が中心になっているようです。その偵察部隊が民間人を装いスパイとして侵入しています。炎月林、ああ、あいつらか。確認されているスパイは合計6人、ミッドガルのどこかに潜伏しているはずです。手がかりをもとに調べているのですが、まだ見つけることができません。確認されているスパイ手がかりを。ありがとうございます。では1人目のスパイの情報です。8ウータイ兵の変装は完璧です。姿形に騙さ、あら、ソルジャーさん、一つ聞きたいんだけど、黒いチョコボに乗ったダンディーな紳士を知らない？嘘、あなたも知ってるの？あの方はテンガロンハットがよく似合うクールなナイスガイよね。こないだカームに行ったんだけど、その途中でモンスターに襲われちゃったのよ。最近ミッドガルやカーム周辺でモンスターが暴れてるって言うじゃない。その時現れたのが漆黒のチョコボに乗った彼。素敵な人だった。そこいらのソルジャーよりよっぽど頼りになる。ここは八番街の繁華街、ラブレスっていうのは有名な物語の一つ。これからはラブレス勉強班が公式ジェネシスファンに睨まれ、そんな時代も。どうだ兄ちゃん、俺の愛車は乗りたくなっただろう。今ワゴンの材料を集めているんだ。それであんたに頼みがあるんだけど。頼みだって？なるほど、そのエアリスって女の子に花売りワゴンを作ってやるわけか。ああ、青春だね。よし来た、兄ちゃんこいつを持ってきな。そのタイヤは俺の秘蔵のブツだ。時速230キロまでは耐えられる。俺もあんたの青春にかけてみるぜ。あ、兄ちゃん、さすが、車輪を見つけてくれたんだね。よかった。最後は参考書だよ。本がなきゃワゴンの作り方なんてわからないしね。ふんふんふん、参考書は僕がすでに用意してるのさ。な、何その目、盗んだんじゃないよ。ん、あれあれ、ない、ない。大変だ、落としちゃったみたい。そんな、大事なものだからお宝入れにしまっておいたのに。お宝入れ？神羅兵のメット、ずっと前に拾ったんだ。神羅兵のメット、どこかで見たような。おい、それを落としたのってさ。ってもういない。
お前はそれじゃ何でもないですよ。私は民間人です。忙しいのな、な、くそ、バレたか。こちらザックス、ウータイのスパイを発見した。逃がすか。そこまでです。もう逃げ道はありませんよ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。二人目のスパイの情報です。スパイはシンラの兵士になりすまし、シンラカンパニーに侵入していました。ずっと八番街を調べていますが、ここにはいないようです。正体がバレてる以上、今さらシンラビルに戻るとは思えませんが。あいつのお宝入れってこのメットのことか。奥に何か入っている。あー、兄ちゃん、それ僕が落とした参考書だ。ここに落としてたのか。見つかってよかった。なんでこんなものの中に大切な本を入れてるんだよ。まさか死んだ兵のメットにお宝が入ってるとは思わないでしょ。ストリートチルドレンの知恵ってやつさ。さて、材料はこれで全部揃ったね。エアリス、待ちくたびれてるかもよ。僕はこれで失礼。あれ、一緒に行かないのか。僕は空気読める子だよ。またワゴンの材料集めやろうね。ミッドガル中を探せばもっと違う材料が見つかるかも。じゃあね。さて行くか。エアリス、ずいぶん待たせちゃったな。
分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。おかえりザックス。材料集まったみたいだね。じゃあ花売りワゴン作ろっか。なんかとってもいい感じ。材料の組み合わせ完璧だね。なんか可愛くないね。そうか。まあいいじゃない、メインは花なんだから。納得できない。贅沢言わない。ささやかな希望言っただけ。ささやかだけどたくさんあるんだろ。当たり。聞く？何個あるの？23。紙に書けよ、忘れるから。うん。状況が変わった。え？本社へ急げ。お仕事？残念。はい。地方のマコーロ周辺にモンスターが大量発生。マコーロ勤務者が全員消息不明。現場付近にいたソルジャーたちも消息を絶った。社は調査のために改めてソルジャーを派遣することにした。俺とお前が行く。了解。どうした？いやほら、例のあれ何か分かったのかと思ってきたから。消息を絶ったソルジャーたちはラザードを追っていた連中だ。しかも彼らはポッド型の奇妙な装置を付近で見つけたらしい。それってホランダーの？おそらくモデオヘイムから奪われたものだ。ってことはラザード、ホランダ、ジェネシスも会いに行かなくてはな。うん、早く行こう。ではまずソルジャーフロアへ行け。お前と同行する兵士たちの準備が整い次第出発だ。了解。俺たちが命じられたのはマコーロの調査だ。古い知り合いのことは何も言われていない。場合によっては俺はシンラを捨てるかもしれない。それまではシンラの従順なソルジャーだ。誰も来ないな。お、ザックス。セフィロスさんと一緒に新しい任務に行くんだってな。俺もコンドルフォートのマコーロ調査に行くことになったんだ。しばらくお別れだな。そうだな、お別れか。え、俺との別れがそんなに寂しいのか？そっか、恋してるんだな、ザックス。なあ、まだ時間があるんだろ？出発の前に会いに行けよ。大丈夫大丈夫、セフィロスさんには俺がうまく言っておくから。まだ時間があるんだろ？出発の前に。地方のマコーロ建設予定地からミッドガルマコーですが、最近はミッドガル周辺にモンス護衛についている仲間の兵士が。
ス、お仕事もう終わったの？いや、これから大事な任務でミッドガルを離れることになった。いつ戻る？わからん。そっか、電話してもいい？もちろん、仕事だってヒュンと終わらせてすぐ帰ってくる。ねえ、今からダメ？何を？まずはスラム、お花でいっぱい。うん、可愛くていい感じ。みんな買ってくれるかな？誰も来ないね。いやいや、きっと来るって。もう少しすればお客さんいっぱい。やっぱりワゴン可愛くないからかな。あ、お客さん。ねえねえ、そこのあんた、花買わない？今ならなんとたったの10ギル。珍しい本物の花、買わなきゃ損だよ。エアリス、5ギルに負けてくれたら買うって。うん、いくらでもいいよ。いや、ここで折れちゃダメだ。7ギルで交渉してくる。強気で行こう。でも、お客さん行っちゃうよ。エアリス、ごめん。どうして謝るの？私、すごく楽しい。ほら、ザックス、またお客さん。彼女のことは心配するな。監視任務には危険要員からの保護も含まれている。あんたしか頼めるやつがいなくてさ。おい、なんで笑うんだよ。頼んだからな。お、帰ってきたんだな。運が良かったな。セフィロスさんはまだだ。どうする？このままここで待つのか？いろいろありがとな。さっさと任務を終わらせて帰ってくる。そん時またな。ああ、またな。どうした？同行予定のメンバーがまだ揃わなくて。急いでるんだから早く。はい。って、クラウド、また一緒か。よろしくね。よろしく。待っててくれ、すぐ呼んでくる。そういや、俺たちどこへ行くんだ？ニブルヘイムだ。